こんにちは。今日はオリックスカーシェアリングでホンダのシャトルハイブリッドを借りて試乗してきましたんで、よかったら見てください。それでは初カーシェアリング、カレコじゃない、オリックスのカーシェアリング初めてなんですけど、スマホ使わずにこの1200円かかるんですが、この IC カード発行してもらってこれで乗車します。借りるのはホンダシャトルですね、ハイブリッド。どこに当てんねやろ。お？カードリーダーがですね、この後ろにあるらしいんですよ。全然分かれへんから電話しました。でもう一回やるといけましたね。これで会場行けました。びっくりしました。どこにカードリーダーあんでやろう思って。でもこれでイグニッションはオンになってるんですね。それでこれを貸し出しに回すと、吹田市の万博記念公園の周辺道路は万博記念公園でのイベントに伴って混雑しています。万博記念公園の外周道路は日本庭園前を先頭に鍵外すんですね、彼子と同じで。一方高速道路は名神高速が渋滞しています。名古屋に向かう上り線がちょっと南付近で2キロ、さらに草津ジャンクションで工事のため3キロの渋滞です。こっちじゃないですか。これでシステム起動しました。じゃあドライブ行きましょう。それでは、出発いたします。もうホンダさんの車初めてやからグダグダですよね。あ、これでいいんか。ちょっと自転車をね直さないといけないから、どっちから出れんのやろ。ちょっとだけ、ここいきなり難しいですね。めっちゃ狭い。シャトルハイブリッド 1.5 リッターどっちでしたっけ、デュアルモーターの方わかんないですけど、すごい静かです。で、今エンジン止まってて、車のこと詳しくないんですけれども、ホンダのハイブリッド GP7 って書いてました。でスポーツハイブリッドですよね確か。ちょっとじゃあ、そうですね、どんな感じなのかよかったら見てください。乗り心地はすごいいいです。で、発進ですよね、もうなかなかいい感じで、すごい運転しやすいです。ワゴンなんですけど、すごい、そうですね、なんやろ、ノートに乗ってるみたいな感じ、車幅感覚がすごい掴みやすくて感じです。うん、なかなか速いですね、いい感じです。これはいいですね。だけどレヴォーグもいいんですけど、レヴォーグでかいでしょ。これすごい運転しやすいです。前ノーズがねめっちゃ短いから、さっきちょっと出口狭かったんですけど、すごい運転しやすいです。今エコモード
解除したんですけど、橋の方はそうですね、ライトな感じ、パワー不足とかそういうのは感じないんですけれども、ちょっとプリウスよりも力はちょっと少し弱いかなっていう気がしました。あ、レボーグ、あ、レボーグちゃう、レガシーレボーグレガシーデコンやけど、これあれっすよね、見た目よりもすごいコンパクトで、すごい運転しやすいです。で、なかなか車の中広いですし、ちょっとコーナーリングとかも試しに行きますね。ブレーキがいいですね。あのカックンカックンブレーキにならないです。ならないというか、なりにくいですね。おお、いいですね。すげえ運転しやすい。ただ、ちょっと低速トルク、モーターのパワーもうちょっと欲しいかなっていう気がするんですけど、あ、これぐらいやったらちょうどいいかな。アクセルちょっと踏み込むと結構走ります。ちょっとスーパーチャージャーみたいな感じで、いいですね。うん、これブレーキも回生、そうですね。カックンカックンなりにくい。なんでな。赤になってもった。あ、アルピーヌ。アルピーヌ走ってました。ちょっとこれから中速域試してみようかなみたいな。この間日産とか、マツダ車乗ったんですけど、ホンダさんはホンダさんでちょっと独特なこう味付けですよね、その足回り。なんかね、ふわふわ感はあるんやけど、ちょっと減衰高めみたいな感じで、バネが柔らかくて減衰が固めなんかな、わからないんですけど、なんか独特の乗り心地です。で、今ちょっと中速域を、こう、あ、安定してますね、すごい。ちょっとこれから SG 試しに行きます。発進がね、アクセル中途半端に踏むとちょっともっさーってした感じがあるんですけど、少しあのアクセル回路もうちょっと一踏みあの多くすると結構いい感じで加速します。ほら、早い早い。加速いい感じです。ブレーキがいいっすよね。ブレーキの出来かなりいい感じかな。今から SG 行きます。ブレーキいい感じ、すごいカックンって今なったんですけど、もうちょっとソフトにブレーキするとカックンにはなりにくいですね。うん、これ運転しやすい。車幅がすごい感覚つかみやすいです。ミラーも見やすいし、ドライブポジション高いから
まあまあちょっとしたミニバンみたいな感じで、渋滞の時でも辛くならないんちゃうかなっていう感じですかね。いいっすね、ホンダ車。ホンダの車、ちゃんと運転させてもらったのはタイプ R ぐらいしかないんかな。こうやって改めてまじまじと普通のホンダさんの普通車乗させてもらうのなかったんですけど、かなり運転しやすいですね。うん、ほらすごい車幅感覚つかみやすい、運転しやすいです、ほんまに。見た目はそうですね、レヴォーグと変わら、まあ、レヴォーグよりも一回り小さいワゴンなんですけど、ステーションワゴンなんですけど、ノーズも感覚つかみやすいから狭い道でも結構楽やと思います。ブレーキの出来いいっすね、ほんまいいです。ブレーキなんかトヨタでもない、マツダでもない、日産でもない、スバルでもない、うん、すごいすごいいいブレーキですね。じゃあちょっと SG 行って、車返却します。じゃあそこの SG 制限40。ああでもちょっとやっぱ背高いからロールは、ああでも行きますね。いいですいいです。ただちょっとやっぱり足はそうですね、かなりちょっと結構ボトム出やすくて、ロールが大きいからちょっと酔うかなっていう感じはしたんですけど、こう普通に走ってたら全然そうですね、いい感じの足で、でアクセルワークもかなりそうですね、ナチュラルというかすごい運転操作しやすいです。ブレーキがいいんですよね、すごい反応よくて、で回生ブレーキは効くんですけど、こうカクンカクンってならない。さあそれでは、車返却しに行きます。いいっすね、すごい運転しやすい、車幅がもうほんまにこうなんやろ、すごいいい感じで掴みやすい。ノーズはねこう光線と見えへんのですけど、運転しやすいです、すごい。また車返しに行くときめっちゃ狭い車庫入れになるんですけど、車庫入れして車返却して、動画終了とさせていただきたいと思います。それでは、車返しに行きます。最初めっちゃ焦りましたわ、カードリーダーがどこにあんねやろう思って、カレコのあれやったらここにスマホの電波入れるところはあったから、てっきりこの辺にあるもんやばっかり思っとって、ほらここ狭いでしょ。でもこれやったらまあまあなかなか感覚つかみやすい。結構ね、こすった跡あるからみんなぶつけてるんでしょうね。じゃあ車返却します。なかなかバッグどうやって入れるんやろ。なかなかね地味に狭いですここのパーキング。ちょっと頭突っ込ませてもらって、
これで。車庫入れもしやすいかな的な。いいですね。バックカメラも見やすいです。すごい。ホンダ車ありですね。で、ほ。あちゃんか、ここか。で、こうで、で、エンジンを切って、で、それで返却なんですけれども、キーですよね。戻して返却と。で、忘れ物ないかチェックして、それでこれをこういう風に戻して、でまたこの IC カードこれで施錠で返却完了やと思うんですけど、このランプが上についてるって、うん、 OK 以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。なかなかオリックスさんのカーシェア難しいみたいなシャトルハイブリッド、なかなか良かったです。すごい気に入りました。いい車です。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。